三吉橋は、徳島県三吉市にある、徳島県道268号の路内山、縄停車場線の橋梁である。四国を流れる吉野川の中流域に架けられている。作られた当時は吊り橋であったものの、補修の際にアーチ橋へと形態を変更したことで、知られる。徳島県のこの付近は、山がちな地域で谷も深い。三吉橋が設置されている付近の吉野川はおおむね、 南から北へと流れている。三吉橋はほぼ東西方向に架けられた橋である。橋の長さは243.5メートル、首都の間の長さである中央島町が139.9メートルの吊り橋として完成した橋であった。このため橋の両端部には吊り橋に必要な構造物であるアンカレージが残存するものの、1989年にアーチ橋に作り替えられて、以来、 アンカレージの不要なアーチ橋として機能している。三好橋には数百メートル離れた土山線の山、縄駅から訪れることも可能である。池田ダム、徳島県でも特に吉野川は多くの渡し船が用いられていた河川であった。1891年の徳島県の統計資料によれば、 徳島県には154カ所の渡し船場があり、うち125カ所が吉野川にあった。しかし、渡し船は、洪水が起これば使用できなくなったこと、とかの際に船が転覆して水死したものがたびたび出たこと、さらに自動車が普及してきたことから、吉野川に頑丈な橋を作ることが望まれるようになった。そんな機運の中で三好橋は建設され、 1927年に、吊り橋として完成した。なお、三好橋から、少し下流側で吉野川の流路は大きく、東へと曲がっており、吉野川が東へと流れ出した先には1975年に、池田ダムが完成した。しかし、この比較的近い場所に完成したダムによっても、水没しない位置にあった三好橋は、池田ダム完成後もそのまま使用され続けた。 三吉橋が完成してから60年後の1987年6月に橋を吊り下げているメインケーブルを固定しているアンカレージの付近においてメインケーブルが腐食によって一部破損していたことが発見された調査の結果メインケーブルの強度は健全であった時と比べると半減していると推定された吊り橋においてメインケーブルというのは橋を支える命綱にあたる ものであり、これが完全に破断した時に、三好橋は崩落することを意味する。これを受けて、車両通行止めの措置を講じた上で、三好橋を今後どのようにするかの検討がなされた。なお、橋桁の部分などについては、部分的な腐食こそ見られるものの、概ね健全性を保っており、未だ使用可能な状態であることも調査によって判明した。 メインケーブルの腐食劣化による落橋の可能性があると判明した三代橋は補修されることとなった。その方法として、吊り橋であった三代橋を補修して、再び吊り橋とすることも検討はされた。しかしながら、既存のアンカレージが再利用できないタイプであった上に、地形的な制約から新たなアンカレージを設置可能な場所も確保が難しかった。吊橋にとって、 アンカレージというものは、主刀と共にメインケーブルを支えている重要な部分であり、常にメインケーブルをアンカレージで引っ張っているからこそ吊り橋は健全でいられるのである。大規模な吊り橋は、基本的に、まずアンカレージと主刀を作ってから先にメインケーブルを張り、それから橋桁の部分を作るという手順で作る。アンカレージを新設したいからといって、既存のアンカレージを取り壊して、 そこに新しく作るというわけにはいかない。このように、アンカレージの再利用も新設も難しいとなれば、吊り橋のままの形で補修するのは難しく、事実、三好橋を吊り橋のままで補修することは現実的ではないと判断された。三好橋の場合は、橋桁の部分などは未だおおむね健全であり、掛け替えるよりも、 橋桁などは再利用した方が少ない予算で済むと判断された。そこで橋の構造を吊り橋から上地式アーチ橋に変える方法が考案された。吊り橋をアーチ橋に変える場合は新たにアーチを作らねばならず、その設置には河川管理者との協議も必要だったものの、そのような問題を差し引いてもアーチ橋へと形式を変更することが三好橋の場合は、 現実的な延命の方法だと判断された。アーチ橋の分類三吉橋を吊り橋から上樹式アーチ橋へと変更して延命するための工事は1987年度内に始まった。工事の概略は橋桁の部分を壊さないようにしながら橋桁の下側に新たにアーチを作って橋桁を支えられるようにし最後にすでに健全性を失っていた。 メインケーブルを取り払うという工程である。なお、その際、橋桁の部分のトラス構造の構造体は、経年劣化を想定して、設計時よりも5%ほど断面積が減少しているものとして取り扱った。ところで、吊り橋とは、橋桁の部分を上側に設置したメインケーブルから吊り下げて支えているタイプの橋であるのに対して、上地式アーチ橋というのは、 橋桁の部分を下側に設置したアーチから支えるタイプの橋である。つまり、この改造を実行すると、三吉橋の橋桁は上から吊られて支えられていた状態から、下側から支えられる状態へと変化することを意味する。要するに、橋桁への力のかかり方が全く変わるわけである。したがって、この工事の際には、完了後の力のかかり方を十分に計算した上で、 行われた。特にこれまで橋を支えてきたメインケーブルの張力を緩めて新たに建設したアーチの上に荷重をかけていく際は計算値と実測値とを比較しながら慎重に移行作業が進められた。他に吊り橋でなくなったために不要となった2本の首刀の上部の撤去なども行われた。そして一連の改造工事は1989年8月に完了した。 なお、工事完了後に橋を人為的に振動させて、その挙動を見る試験を実施したところ、新たに設置したアーチが橋を支える構造体となり、三好橋を全体として見るとアーチ橋として挙動していることが確認された。なお、取り外されたメインケーブルの一部は、吊り橋を改造して延命させた記念碑に加工され、吉野川の右岸、つまり、 土山線の走る上を越える誇り線端側に、吊り橋時代の写真とともに設置されている。ありがとうございます。